万船ンンはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦の42番艦。艦名はチャールズ B. 万船ンン海軍中将にちなむ。万船ンンはメイン州バスのバス鉄工所で建造された26番目の r ー,ーバーク級駆逐艦であった。万船ンン中将は万船ンンラングやレスキューチェンバーの発明などで海軍へ多大な貢献を行った。 彼はさらにレスキューチェンバーを用いた潜水艦スコーラスの救難作戦を指揮した。それは沈没した潜水艦から乗組員を救助した最初の例であった。満船は2001年11月16日に寄港しイーブ EV 満船ヘイリーによって命名へ浸水した。2004年8月28日に初代艦長。 エドワード兼用の式でフロリダ州パナマ式で収益した。マンセンは遠隔機雷探索システムを搭載する最初の海軍艦艇である。2006年時点でマンセンはワシントン州エバレットのエバレット海軍基地を母港とし太平洋艦隊の第9駆逐艦隊に所属する。マンセン及びジェイフィーの建造は後半の切断から大焼け身まで。 ディスカバリーチャンネルのテレビスペシャルデストロイヤー放ジドインスチールでドキュメント化された。ありがとうございます。